蚊に刺された？え、関西はさ、蚊に噛まれたっていうん？噛まれた、食われたとか。ああ。蚊に食べられた。食べられた？食われた。マジ？食べられたっていうんだ。蚊に食べられた。蚊に噛まれた。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 刺された。噛まれた。噛まれた。噛まれた。それほっといてとか言うやんな。ゴミ箱に捨てること。そう、私一回何やったっけな、なんかゴルフしてるときに、なんて言ってたの、って思い出すわ。ちょっと待ってな。ちょっと待って。ほっといてってどういう意味？どういう意味？ごなんか捨てといて。あ、捨てといて。そうそうそう。へえ。ほっといてみたいな。後で本年本年みたいな。後で捨てるねっていうのを。うん。後で本年。へえ。信じないよね。えってなっちゃうかも。あとおぼこいとかね。おぼこいも標準語やと思う。おぼこいって何？くすぐったいみたいな。あ、おさない。老眼やねみたいな。っていうのをおぼこいねって言うんやけど、それも標準語やと思ってて、うん、こっち来て、うん、おぼこいって言ったら、もう今のじゅんちゃんの反応、何それみたいな。あとめばちこな。あ、めばちこ。めばちこ。何それ？わかちこみたいじゃない。何それ？めばちこ。もらわないの方。うん、めばちこできたって、それが一番なんか、うん、めばちこできてるやんって言ったら、うん、えでももうこっち来てね、物もらいでやってますけど、うん、確かにメバチコ。メバチコね、言わない、聞いたことない。ここもなんか長い、長い、長くない？これ多分ロングかな。あ、ロングか。あ、違うかな。ロングだね。よいしょー。おこれもいい。よいしょ。暑い日と寒い日、どっちが嫌だとかある？はい。どっちも嫌です。どっちも嫌だけど、うん、冬は冬で私寒冷じんましんがあって。あ、そうなんだ。もう顔面真っ赤で、寝足やクラブを出さないでください。なぜ？そう、だから冬は冬で、ブチブチ出て、夏は夏でバテて元気ないし、どっちも無理。どっちにも対応してないです。今日は暑い中ありがとうございます。今日は風もあって、うん、比較的、確かに。あとカートでスイスイ行けるから、うん、あとメンバーがね楽しいので、女子だけでね。女子だけでね、うん、ガールズトークね、うん、カメラ止まってる時に。そのガールズタッフも面白いし、探偵の話とかね。探偵の話ね。ゆいちゃんすごいから。いやでもまあまあピンまで270ヤードです。いやそんなことない。そこまででもない、うん、そうそうそうそんなことない。ゆいちゃんほどじゃない。探偵の話。探偵だねって。3番ウッド。ましょう。そうです。私つま先上がり苦手で、今のライとかもちょっと嫌だなと思って。めっちゃ簡単ですよ。捕まるもん。普通に打つだけで捕まるから、うん、短く持てば、うん、そのこのね、うん、この分、この分、うん、短く持てばいいし、うん、こう振るだけで捕まってくれるし、うん、この捕まりが嫌だったら右向けばいいし、うんうんうん、すごく簡単。ほんとダメで、ちょっと今度また機会があって私がラウンドするときにちょっと教えてほしいかも。全然全然、でも教えることない。なんかもう短く持って、うん、まあ、ちょっと右目にボール置くとか。ああ、右目にボール置いて短く持って、うん、ちょっと右向いて、うん、打てば軽いドローになる。なるほどね。なんかシャンクっぽいじゃないけど、右に行くこともあるし、うん、左に行くこともあって、うん、どうしようみたいな。毎回あっ
だからここの、うん、この長さとかが決まってないから、あ、自分で嫌だっていう苦手意識で、はんはんはん、まあ、純ちゃんのスイングを見たいなと思います。ちょっと次機会が、そうですね、はい、作ってください。はい、やりましょう、お願いします。ちょっと一回やってみますね、はい、はい、ありがとうございます。3番ウッド、はい、ナイス、完璧、かなりクリーンに打ちましたね。62ヤード、62ヤード、何番、56度、ナイスです。なんか私が思ってる、なんだろう、素振りというかスイングよりなんか飛んでるように見える。え、アプローチ？うん。アプローチが？そう、今も。あ、もっと飛ばない風に見えました。うん。多分ね、インパクトガツンって入れちゃうんです。ああ、なるほどね。インパクト強いから。うん、振りよりも飛ぶ。うん。昔からこうインパクトガツンでやってちゃう人なんですよね。なるほど。だから。あれってふわふわふわって飛んでくから、ちょっと今なんか不思議な気分、目がパチパチ不思議な気分です。40ヤード、58、おお、攻めた、ナイス。なんでいつも52なのに今58で打ったの？でかける、うん、いつも。あ、そうなんだ。70ヤードまで、あ、60かな、うん、60ヤードまで58で打って、うん、60から90ぐらいまでは52で、うん、なるほどね。こういう転がしたい時だけ52で、うん、70からだったら58も、うん、この辺だったらもう52も、こういう薄めなところね、こっちだったら58も。あ、そうなんだ。あと、うん、もうリーのスピードが速いか遅いか、うんうんうん、遅い日はもう52でパツッと打っちゃう、うん、でさっき52で打って大きかったけど、なるほどね。重い、ナイスです。うわー、伸びないよね、伸びない。 OK、 今日このパターンめっちゃ多いな。辛いね、うん、雰囲気出すと止まっちゃうやつでしょ、ね、もう足がめっちゃ汚いことになってる。何したの？わかんない、なんだろう。めっちゃ汚い。砂だらけになってる。竹村プロって、はい、青木調べによると、はい、空手やってたって見たんです。やってました。あ、何歳ぐらいまでやってたの？でも、小学校の3、4年ぐらいなので。あ、かなり前じゃ。そうです、かなり前。あ、はい、へー。はってやるの、空手って。どんな空手？帯が、はあ、オス？帯も全然だ、3、4年なんで、うん、黒まで行ってないし。あ、そうなんだ。そうなんです。中学上がるときに、中学は京都学園って言って、あのゴルフ部があるところだったので、通ってる時間もないし、うん、ゴルフ1本にしなきゃみたいになって、うん、結局やめたので。そうなんだ。そこまではできなかったけど。じゃあ途中まではゴルフと空手と、空手と小学校両方やってて。やってました。へぇ、なんかすごい気が強いしかったので、うん、やんちゃだったので、小学校の頃から、うん、でお父さんに空手行けばって言われてで、空手行きましたね。へぇ、やんちゃだったから楽しかったですね、組手とか。組手あの、こうやっできるのが楽しかった。へぇ、空手ね、なかなか女子でいないね。いないかもしれない。うん、今ゴルフ以外なんかスポーツされます？
基本的にインドアなのでスポーツしたくない人なんですもうトレーニングも大嫌いだったし、うん、まあそのゴルフのためのトレーニングは、まあ、仕事なのでするけどそれ以外何もしないです。お家で逆にお家で何するの？何やろう。お家でネットフリックスか今だったら今ハマってるやつがあります。でね、イケモンクラスにめっちゃハマって、あの主人公の人大好きになっちゃって、うん、そうそうそう、うん、パクソジュン、うん、もうインスタすぐフォローしましたよ、ね、そう、ちょっとあのイラグリ頭系の、そう、そう、最初はね、なんかあれと思うんですけど、だんだんかっこよく見える。見た？見ました。見てる時、毎日韓国料理食べに行ってました。スンドゥブチゲのために私まだそれ見てないな。え、見た方がいい。愛の不時着しか見てない。あ、それ見てない。だってさ、うん、パラシュートでさ、他の国に落ちるか。いや、落ちひんと思う。絶対落ちひんから、もうそっから落ちて入られへんと思って全然見てない。私結構ずっと早送りしてたから10秒とか20秒楽しいんですか、それで。あと、おとなしでずっと文字だけでガーって読んで、で、ハマった。え、なんか、かわいい感じ。かわいい、どういうこと？北朝鮮のなんか軍人たちが韓国人のその女性を好きになっちゃって、みんながそのやり取りがなんかおもろい、おもろい、ちょっと何言ってんのみたいな。足トントンしてた今。おもろいんや。え、あ、なんかくだらない感じがね。あ、そう、よかった。でも次はイテウォンクラスで。そうですね、ちょっと帰ってから見ます、はい、多分見終わったらインスタフォローしてるから。いや、マジか、イケメンなの。私あれちょっとハマらなかった。うっそー。どっちかっていうと、あの時代物の方が好きで、ね、ずっと。あ、はいはい、あのなんめっちゃ有名なやつだったら、チャングムの誓いとか、トーニーとか、難しいな。そういうのがすごい好きで、日本でいうと大奥みたいなのが、うんうんうん、もう女と女のドロドロの戦いを見るのがもう、王様を取り合う系ね。取り合うとかもしんどいね。しんどいわ、やばしんどいな。ティファニーの箱あげた。ティファニーがネックレスね。でもなんか両方見る前にどっち見ようかなと思って聞いたら、やっぱ愛の不時着はちょっと現実味がないから、ジュンさんはどっちかっていうとそっちじゃないみたいな言われて、結局愛の不時着を見て楽しんじゃったんだけど男っぽい人は、男性陣はそっちの方がそう面白いって言うと思うって言ってた。うん、系だよね。うん、ああ、復讐系ね。這い上がっていく系。へえ。そう。上げてる？フォロー？右から？ナイスショー。 これだと左すぎや。 あ、大丈夫そう。でもグリーン右だから止まったね。今日一盛り上がったね。今日一盛り上がった。ちょっと後半はね、ちょっと1個のカートでいけるかちょっと聞いてみよう。181、うん、風はちょっと右、上げてるような気もするので、うん、スプーンでいきます。はい、かっこいい。ナイスオン。止まる？止まる、うん、奥に。ナイスオンです。すごいな。153？ もうちょっと狙えないかな。そうだね。1回出します。はい、わかりました。ちょうど木が邪魔。右側にね。ナイスアウト。うん、何入れようかな。5-2。
大きい。風？風だったね。右からちょい前。うん、ドロー打ちあとやっぱどっちも乗っちゃうと流されちゃう。さあ。ナイスパーです。弱いかも。うん、ナイスボギー。お疲れ様でした。ご飯です。ガールズトークの時間です。撮ります？ご飯中撮るの？撮らない。あ、よかった。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。私のインスタもフォローしてください。はい、バイバイ。Thank you.